ハロー YouTube ということでね、はい、毎週水曜日はガンダムを作るということで、ガンプラを作るということでね、今回はですね、機動戦士ガンダムシードに出てきたですね、ホビンドオンガンダムハイグレード140分の1を作りたいと思います。かなりバテておりますけどね、はい、これはすごいですよ、これね、こういう感じですね、そしてですね、こういう感じですね、はい、そしてこんな感じですね、こんな感じになってますね。ホビドンガダム発進もうフラフラですけどね、これ何をどうしていいかわかんない、これちょっとこっちが浮きましょうか、こんな感じですね、ホビドンガンダムね、知ってますかこれね、はい、シャニー・アンドレスが作った、登場したね、このちょっと、めちゃくちゃなやつです、こいつ。めちゃくちゃなやつなんですけど、もうこの鎌で鬼畜にもね、もう、葬り去りまくるっていうやつですね。こういう感じでね、このね、このなんだろう、こういう、モビルアーマー形態みたいになるところがね、私はこういうの好き。こういう形結構好きなんですね。ビグザムをね、思い起こさせるようなね、こういう機体っていうのは私が好きなやつですね。はい、ということで。ちょっと、こういう感じで、こういう感じでございますね。はい。で、こういう感じでございますね。そしてですね、こういう感じでございますですね。かっこいいですよね。まあ、そして、説明書が、こうかな。ここね。パーツの部分がありますね。これ大事な部分ですね。そして、この、1,2,3 という感じで、こうぐるっとね、作っていきたいと思います。それではパーツの確認からいきます。はい。こちら。はい。キリキリしていきます。はい。キリキリしていきますね。はい。今年、還暦60歳でございます。もうね、本当に、10代の頃から、ガンプラを作り続けてね、もうね、廃人化しております。いいんでしょうか。でもこれまだね、これまだパーツが少ない方なんでね、作りやすいと思ってる今日この頃の60歳。もう、ほとんど字が見えないんで、やばいんですけども。大丈夫なのかな。あ、このシールがちょっと苦手かもしれへんね。うん、うまいこと貼れるんやろか。これ100分の1とか売ってますけどね。100分の1はちょっとね、買えなかったんでね。こうシールってこう、めくるやつ、それともどうなるやつこれ。ちょっとわからないですね、これ。これは貼れるやつで、めくれるやつで。まあ、パーツの確認ね。A パーツ。シール、マーキングシール、1枚。A パーツ。そして、B パーツ。C パーツ。D パーツ。ジョイント B。そして、ポリエチレン PE ってやつですね。はい。合計全部あります。よかったです。よかったでございます。はい。ね。で、これどうしたらいいの？これこういうとこ。まずは、PC。PC の D。PC の D。PC の D どれ？これか。PC の D。PC の D と、ですね。C。C の、剣がついてるやつか。C の、25、26。ちっちゃい、あ、これか。もうダメだ。もう、見えてないよ。勘できるね、勘で。勘できるね、勘で。噛んで切ります。歯で噛むんじゃないよ。だいたい感覚で切ります。こういう時は。もう見えてないです、ほとんど。
切っちゃいけないとこをね、切っちゃいなんかします。はい。おじさんになるとね。これが今、26番ですね。26番で、これが、こうですか。はまりました。いや、ダメだ。いきなり失敗こいだ。いきなり失敗こいだよ。父ちゃん作れねえよ。もう無理かも。いや、もう、これもう無理だわ。あのね、見えてない。昔ね、ガンプラ作ってて、こんなミスとかしたことないよ。適当にはめて、くっつけて、あーっていうなことはね、したことない。父ちゃんは。でも、あるんだね、現実。こうなるんだね、年を取ると。ここにはめなきゃいけないんだよ。奥にはめちゃったよ。で、ここでリバースかけるのがすごいよね。無理やり押し込んだ。しかも歪んでる。強引に直す。はい。一番できました。どっちが前か後ろか分かんないね。こうか。そして、PC の K。PC の K。これか。PC の K と、そして A、A、A。今 C 取って A を取れっていうのか。これか。A の、A の何番 ?8 番。あんなに一緒だったのに、夕暮れはもう違う色。大丈夫か、俺。いやー、これどこに入れるんだ？え？え？これ前後あるのか？こうか。これどっちが前だ？こうか？今度は、はめ損ねると、後で補修効かないぞ。よっし！完成！はい。ということで、10分なんで、完成しました。まだ1番しか作ってね。先が思いやれる60歳ですけどもね。見事、こういう形にね、完成させるんで大丈夫ですから。はい。
ということで、ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。